さあ、皆さん、こんにちは。時刻はですね、深夜でございます。さあ、今日はですね、ちょっと買い物してきたんですよ。あまりにもお腹が空いたということで、こちら、買い物した商品を紹介していきたいなと思います。はい、こちら、明太子、そして、鮭フレーク。もう完全に日常品でございます。生活用品ですね。そう、そして、溶けるクラフトスライスチーズ。これを使って晩ご飯を作るから、晩ご飯っていうのは夜食？深夜の男飯。あとの、メインの、こちら、焼きおにぎりでございます。いや、みんなね、ガチ知らないっしょ。本当にね、今最近僕ハマってる、小腹が空いたら焼きおにぎりって言われるぐらい焼きおにぎりにハマってるんよ。意外と食べないなとかって思うじゃん。ガチで美味しい。今からこちらの方をね、まあ、焼きおにぎり、普通の焼きおにぎりでも美味しいんだけれども、今回はこの焼きおにぎりを使ってですね、子供も喜べるし大人も食べて美味しいという僕の深夜の夜食飯を今から作りたいなと思います。よろしくお願いします。ちなみにあと買ったのは、ですね、ご褒美のハーゲンダッツ、アーモンドチョコ、メルティーキス。ね、一人で買いました。さあ、今回のね、焼きおにぎり、もう途中まで食べてたやつを、まあ新品のは使わないんで、これまた使うんですけれども、まあ、一人暮らしだと2個でいいのかなということで。ちなみに僕が今日食べるおにぎりは、大きな大きな焼きおにぎり、このパッケージおにぎりくんのね、このパッケージの焼きおにぎりでございます。さっきでも映したよね。そんな感じです。これがね、今回のとろける、クラフトとろけるチーズにね、ちょうどね、収まるんよね。とりあえず2個用意して、もうこれは簡単、レンジでチンするだけ。レンジにはぶっこめ！だいたい約2分ぐらいですね。で、この今、やってるうちに、はい、こちらのとろけるクラフトチーズいきたいなと思います。これがね、マジで美味しいよ。どんなのにでもいけるから買っといて損はない。てかさ、もうさ、卒業式がね始まっているとか、おわ、もう春休みですみたいな人もいてさ、早いね、時代が過ぎるのはね。そんな君たちに僕が送る卒業ソングを送ってあげたいなと思います。いきますよ。それでは聞いてください。やでる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 よ。さあ、できました。こういう状態でね、焼きおにぎりが完成したということで、ここからここにちょうどこのとろけるチーズを、はい、乗せてあげる。そう、深夜のたまたま冷蔵庫にあったもので何か食いてえなってなった時に、これがね完成したんですよ。この商品が、いや、もうこれ画期的だと思う。作ったのさ、僕だけじゃないの。最初の発明者は僕だよ絶対。で、これをまたこの状態で電子レンジにぶっこんで温めていきたいなと思います。さあ、これ出来上がって、これめちゃめちゃ美味しそう。見てこれ、やばくない？なんかさ、これだけで料理できた感じ出てるよねでもこっからもあとは盛り付けで、ここにさっき買ってきた鮭フレーク、好きなもう具材を皆さん乗せてください。まあ、なかったらこのままだけでもうめちゃめちゃ美味しい。こんな感じでね、鮭フレークを乗せるなり、ここにね、ちょっとおしゃれにレモン垂らしてあげたりとかさ、そういうのもね、全然ありかもしれないね。そう、こんな感じで具材を乗せてあげると、いや、もうこれはちょっと僕のチャンネルだけの、みんな見てくれた子限定の秘密のね、商品だと思ってほしいな。ガチで美味しいよ。はい、こんな感じで完成しました、焼きおにぎり飯。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。そして今回のこちらのね、お供を使って、最後は一杯すると。乾杯！今日も一日お疲れ様でーす。たまんね。ってことで、じゃあね、バイバーイ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。